はい、それでは行ってみましょう。さあ、今回ですね、まず、あるというか、まあ多分これで <laughs> 終わってしまうと思うんですが、慶応の小学部の問題やっていきたいと思いますね。まあ慶応の小学部は、年によってだいぶ違う感じがするんだけど、まあ基礎的な年もあれば、おい、そこまで聞くのかよっていう年もあるっていう感じですね。やっぱなんか、マーチまでとは、 線があるというか壁があるというかっていう感じなんですよね。でも、それでもやっぱり、早稲田の文法問題よりは優しいことが多いって感じです。はい。もちろん全部正解するのは難しいんですけどね。はい。で、さらには今回やりますけど、そう、動詞の形変える問題、そしてスペル,ルっておなじみの名詞形作るやつですね。はい。こちら取り上げていきますので、できない人が多すぎる。簡単なんだけどね。 でもやっぱスペルかけないよっていう人があまりに多いので今回そうですね、はい、第1項と第2項ではそちらにも注目しながらやっていきたいと思いますはいでは早速いきましょうこの4択ですねはい次のこの回答を選びなさいいきますはい Due to the heavy storm the power went out なんとか Had the blackout ended then a city lighting returned はい、まず、ヘビーストームのせいでですね、はい、それが原因で、えー、電気がなくなっちゃった、ワンターウトしちゃったよって言って、で、ここですね、Had the blackout ended? やっぱこの語順がもう普通じゃないじゃないですか、どう考えたって。そしてさらに、らんてるんだもん、これね。もう分かるに決まってるんですよね。そうです。えー、でこの語順、疑問文の語順になるやつはそう、否定語が来てる時ですよね、はい。Right after とか as far as は否定語ではございません。 で、直しすなか、ならんてよっていうのが来てるんですが、はい、ダン、いますから、そうですね。こいつの印じゃないですか。すなのね。はい、ER ついてるでしょ。だから答えはこれですね。えー、こうしたらすぐに、こうっていうふうに、はい、言っているわけですね。ということですね。はい。で、えー、ブラックアウトですから、停電ですね。停電が終わったらすぐに、スティーライティングですね。たえー、電気が戻った。 っていうふうに言うわけですね。はい。ノースーナー、ダンの公文でした。で、えー、ノースーナーだけじゃなくて、別のやつも出題されますよね。これね。はい。出ますよね。頭の中にもう出ますね。はい。はい。はい,い,いですか。そう。ここが、before だったり、when になってるやつですね。こ、はい、の場合は、ここはノースーナーじゃなくて、何になるんでしたはい,い,いですか。そうですね。hardly ですね。hardly いや、 Scarcely.、えーはい、あんまり使わないですけど、はいえー、こういうキャラクターの場合ですね、はい。これも同じような意味になるわけですよね。だからこの Blackout っていうのがもうほぼほぼ終わらないぐらいに、はい、リターンしましたよ、電気がっていう意味ですね、はい。それと同じやつです。はい、だから気をつけてくださいね。No sooner っていうですね、否定が来てる。Hardly, scarcely っていう否定が来ててで、否定の副詞が頭にある場合は、2問分の語順に統治するってやつです。はい、と 覚えてておいいくださいね。これも大事ですよ。では次行きましょう。えー、Had I left the office? なんとか ?The sun broke out from behind the clouds. というふうに書いてありますね。はい、そうですね。はい、偶然じゃなかったですね。はい、覚えてますねって言った後に。はい、Had I left? ほら、また疑問文の語順じゃないですか。あれれれれ で、あれ、さっきなんかそういえば似たようなこと言ってたな、そうですね、言ってましたよね、ほぼほぼ同じことっていうか同じことを言ってたと思うんですよ、そうですね、これです。だから、まさかの同じポイントが連続で問われてたんだこれね。Hardly had I left the office when the sun broke out from behind the clouds、はい。オフィスを出たらすぐにですね、もう出たときに、もう sun が。 ね、出てきたよ。クラウドのところから、ファーっつってね、太陽が出てきたって言って、これもう同じ、これ。だから、ノースーナーだったら、ここはダンになってるわけですよね。っていうふうに、はい。全く同じ文法事項が問われていると。好きなんですよ、これ。えー、この年だけじゃないですから、慶応の小学部通ったの、これね。何回通うんだろうっていうぐらいですね。えー、なぜか、統治が大好きなんです。はい。では、次いきます。G なんとか The Medal Three Times in a r o w at the Olympics if she wins next time。 It's too bad that she will retire after those games っていう風に言ってますが、はい。オリンピックですね。はい。で、in a row っていうのが連続、連続でっていうやつですね。だから、3回連続で、えー、ゲットするってわけですね。で、もし、えー、次に勝ったらって言ってるんで、はい。これは未来のことですね。未来のことを表しているので、はい。未来のことを表していない奴らをね、ね どかすとた、フットアブワン。すごいな。家庭法、過去完了。はい。で、will win か will have o n なのか、どっちなんですかって言ったときに、はい。3回連続っていう回数を表しているので、まあ、未来完了の方がいいでしょう。っていうやつです。win がなぜね、えー、絶対ダメかと言われたら疑問になるんですけども、まあ、しょうがないです。未来完了って出ちゃうって、重視問題ではほぼほぼ見ないと思うんですけどね。はい。 まあ3回、はい、回数、経験を表してるじゃないですか。そういう時は、完了形と使うというやつです。はい、好きではありません。し、えー、ね、チャット GPT とかわかんないです。今はわかんないですけど、まあこの問題が出題されたときにチャット GPT に聞いたら2番を選びましたしね。しょうがないです。未来の印がついてるよ。NEXT TIME っていう未来の印と、えー、そして完了形の印がついてるよ。経験の印がついてるよってことで、未来完了形を選んでください。 えー、inner r o もちゃんとして,おいてくださいねこれね続けてと3回連続でオリンピックスねえー、この形が問われることもありますだがあっで y オリンピックすつきますのではい o オリンピック s もしくは l オリンピックゲームズっていうふうに言うこともありますのでどちらかですいいですね o オリンピック s か l オリンピックゲームズこの言い方でちゃんと覚えてくださいよく出ます ね、オリンピックはもう4年に1回やってきますから、よくで、冬も入れればね、2年に1回やってくるので、よく出てきます。まあ、それは、それは引退するでしょう。12年やるんだから <laughs> って思うんですけどね。はい、ということでした。できましたはい、次いきます。えー、何何、How strongly Pat protested his dismissal.His deportation was finalized. っていうふうに言ってますね。はい、How のやつがあって、こう、経由ですけまあ、deportation とかね、やっぱ、 単語難しくしてるよね。わざわざ。でもそんな難しくないじゃないですか。問われているのは。やっぱ基本的なことが問われること多いですね。はい。そうです。ノ、えーマターハウですよね。はい。どんだけ、えー、パッドがですね、強く反対してもデスメザをですね、まあ首になったのか、どっかから、はい、もうダメだっつってね、追い出されることですけど、デスミスですね。される。で、ディポーティションっていうのも、はい、どっかから出てってしまうわけですね。まあ、だ国外追放とかさ、ね、えー、強制退去的なものですよね。 はい。っていうのはもう決まっちゃったよっていうふうに言います。はい。あの、また、は、めちゃめちゃ簡単です。according to 何とかによるとか、何とかに応じてとかね、何々に連れてとかいろんな意味がありますね。ちゃんと押さえてますかはい。え、in terms of 何とかに関して、何とかの観点とかでよくありますよね。えー、referring to は別に、そんなセットフレーズなの。はい。refer to ですよね。これを参照しているわけです。はい。あ、ショッ I'm often struck by how a social norm impacts medical culture and 何々 such a part and the way patients are treated and the symptoms are investigated. まあ前回も言いましたけど、本当にこういうふうにいろんなさ、難しい関係ないのをいっぱいね、入れてて、答えに関係あるとかもう、何これこんな簡単なんでいいのみたいな感じですよね。はい。 ねえ、こうだっていうのに、まあ、びっくりとかね、感銘を受ける的なストラックですよね。何にって言ったら、ソーシャルノームですね。社会の規範的なものね、ノームね。はい。っていうのが影響するメディカルカルチャーに、そして、その社会の規範っていうのが、このどれかの動詞が入ってって言って、えさっきアパートエンだからもうわかるでしょそうです。アパートエンと相性がいいのを選べばいいので、そうです。それがわかりますね。そうです。それは、 play a part in じゃないですか。play a role in play a part in ですね。役割を果たすってやつです。はい。で、何の役割を果たすのって言ったら、patients が、医療される、treated。そして、えー、症状っていうのが調べられるっていうのに、はい、文化、この社会のものっていうのが、このメディカルカルチャーに影響するんだよ。 言ってるわけです。そうですね。これはまあ、うん、医学で実際ね、看護師さんとかも勉強しないといけませんからね、書くんですよ、結構。この国の人がペイシェンツで出てきた場合に、えー、どういうふうにするかみたいなのね、えー、書いたりしますよ。実際課題としてやんなきゃいけないって言ってました、看護師の人が。ということでした。これはもう簡単でしょそう、だから、うん、関係ないものがいっぱい出てる。でも、答えに関係あるのはこれだけ。 ですね。play a part in だけ見れればいい。そういう問題なんですよ。だから慶応の小学校終わんないっていう人がすごく多いんだけど、いやいや、答えに関係あるとこ見抜いていけば、そんなに時間足りないものじゃないからね。大問数がすごく多くてっていうんだけど、わかるよ。それはわかるんだけど、ちゃんと解けるようにはできてますから、頑張ってください。had aim a the long aim to write a book す,、ね、すごくもう本書きたいっていうのを目的としてたわけですね。When she finally her dream finally なんとか She was doubly thrilled to find that her work was a bestseller. っていうふうですね。Doubtly じゃなかった。ダブルだった。ダブ e なんだね。はい。で、えっと、その、夢をって言ってそう関係ないわけじゃん、これも <laughs> 全然後ろのやつとか関係ない。Dream と相性がいいのは何ですかっ,つっ,てってですね。夢を叶える。Fulfill ですね。Succeed じゃないですし。Manage も違う。Met.Meet はね、いろいろありますけどね。Meet、え、は、ー、Demand とかさ。ちょっと、た、入れときますけど。Meet は Demand とかさ The と入れときますけど m e e t は d e m a n d とかさ こういうスタンダードなんていうのも来たりするね。スタンダードを満たすとか、えー、要求を満たすとか、ニードなんかも来るね。ニーズを満たすとかっていう風うに出てくるので、これよく出てくるんですけど、正解にめっちゃ出ますよ。はい。今回は dream なんで、はい。fulfill the dream っていうですね。だから他にほら、夢を叶えるって言った場合によく出るやつは、realize ですからね。はい。これね。気がつくだけじゃなくて、 はい。叶えるの realize もあるっていうので知っとかなきゃいけませんあでもちろん dreams come true のね、はい。come true も有名ですけど、はい。realize はちゃんと覚えておいてください。はい。夢を叶えたときに、ダブルで thrill。thrill ってプラスの意味ですからね。これね、いつも言うんだけど、thrill ってマイナスの意味だと思ってる人結構いて。はい、いや、こういエ excited なわけですからね。thrilling って言うでしょ。 で作品ですね。はい、作品数えられる方ですね。ワークっていうのがベストセラーだって分かって、これダブルでやほいですね。夢かなったライターになれたし、さらにはベストセラー作家になったんだっていうので、ダブルってことです。はい。はね B、opportunity gaps in schools なんとか、other societal gaps、such as income gaps、 It is impossible to discuss this kind of divide and educational opportunity without examining these other societal inequalities. オポチュニティギャップですね。機械にギャップがあるわけですね。機械にこうね、こういう機械を与えられる人もいれば全然与えられないみたいなのがありますよね。で、え、ソサイエタルギャップですね。ソサイティの,、ね、この社会階級的なやつをね、そのギャップっていうのが、こうですね、はい。オポチュニティギャップっていうのが、他のギャップと、 なんとかって言って、他のギャップの例として、インカウンギャップですね。はい。給料ですよ。はい。って言ってます。で、アウェイトは待つですね。意味がわかりません。あ、多動詞ですよ、アウェイトって。ね。あの、自動詞もあるんだけど、多動詞で、えー、使うことが多いですね。チャンネル、チャ,ネあのチャンネル、こう流していってね、ねチャンネルってほら、この、経路とかさ、この水がこう、川のね、こういうふうに。 水がこう通ってる。この道のことですから、こういうふうに通っていくみたいな。マニターはそのね、チェックするわけじゃないですか。モニタリングっていうじゃないですかね。こうやってずっと見てるわけですよね。はい、そうです。答えはパラレルですね。パラレルは出ますいろんなやつで出てくる。はい、動詞で出てくることもあるし、はい、形容詞、名詞、いっぱい出てきます。パラレルってどういう意味だか知ってますまあ、スキーのパラレルとかってどんどん知ってるんですかこうパ、こうさ、こうね、とか、あとパラレルワールドとかさ、 えー、この世界がこう平行してる。そうです。平行ですね,、はい、ね。平行した別の未来とかってよく言ったりするじゃないですか。あれです。だから、平行するってことから、そ似てるとかいう意味なんですよ。同じようなもんだっていうようなわけですね。機械のそのギャップっていうのは、他の社会的なこのギャップと似てるよ。例えば、お金、収入のギャップと。It is impossible to discuss this kind of divide. ね、はい。これをディバイドについて話す。Educational Opportunity ですね。ついて話すのは、 よいしょ。不可能だよって言ってますね。without examining ですね。はい。これをチェックすることなしに、見ることなしに。えー、these are the societal inequalities、ね、不平等っていうのを他の不平等を見ることなしに話すことは不可能である。 まあ、impossible t w t h out なんで二重否定ですね。だから必ずこうしなきゃいけない。これなしにこうすることはできない。だからこうしなきゃいけないよってことです。だから他のソサイタルイネクオルティーズっていうのを見なきゃいけないよってことです。はい。だからエデュケーショナルですね。教育の機会っていうのが、こう、ディバイド、分かれちゃってるっていうことについて話すためには、他の社会的なところをちゃんと見なきゃいけないんだよっていう話でした。はい、ディバイド、名詞でもこういうふうにね、出てくることがありますね。あの、ディジタルディバイドっていうのが出やすいので。 表現としてね。えー、この、いわゆるギャップのことです。デジタルのことに対するギャップです。日本はこのデジタルディバイドっていうのはめちゃめちゃすごい国ですね。デジタルにすごい長けてる人と長けてない人の差がめっちゃ激しい。 だからよく言うんだけど、若い世代がどうたらこうたらとかってね、よく言うんですけど、年上の世代、年のね、言ってる世代、おじいちゃん、おばあちゃんたち世代も全然使えないし、子供世代も使えないよね、ネットね。使えなさすぎですよ。はい。大学生とかも全然使えない。本当にできる人がんのちょっとしかいないんですけど、そうです。だからそういうのってデジタルディバイドっていうわけですね。格差ですよ。はい、えー。このネットリテラシーとかでもそうだし、 ネットのこのね、いろんなデジタル機器を使うさ、そういった知識とか能力に関してのギャップがめちゃめちゃすごいですね。日本という国はね。そういうので、はい、デジタルディバイドっていうので、えー、ぜひとも知っといてください。はい。こんな風にですね、格差社会。その格差をね、埋めるためには偉くなるしかないんです。踊る大捜査線みたい。いらない。